歌声はミルフィーユ。小牧歌役の綾瀬未来です。はい、ガーネットの時もみんなでまとまってるなっていう感じはもちろんあったんですけど、なんか前以上にこうみんなの仲も深まって一体感も生まれてるような気がして、それが曲にも影響されて、曲もなんかすごいね、音程感とかもそうだし、テンポ感とかも前よりももっとみんなでまとまっていいものになってるんじゃないかなって思います。ちょっと自分の技術が向上してるかとかは正直わからないんですけれど、周りのみんな、まあもちろん今回私じゃなくて夏吉さん、ゆうちゃんがリードをするところが多くなってるんですけど、まあ、それももちろん上手だし、コーラスのこうレイレイとアイリーもすごいなんかもう空気感も生まれてるし上手だし、ね、しかもベースもね、はるちゃんすっごいなんか成長しててもう感動しちゃうし、もうルンルンのボイパなんかもう、ね、今回前以上に多分息とかたくさん使うと思うんですけど、ね、一曲通してああやってボイパしてるのも本当にすごいなって思うし、もうみんな明らかに技術は向上してると思います。なんかここがうまくいかないとかは正直感じないなっていうのが正直なところなんですけど、やっぱりどんどん上手になってこれてるなって思うからこそ、改善したいっていうよりももっとここよくできるんじゃないかなみたいな、もっとこう歌詞の意味を考えて、こうなんだろう、逆に悲しい歌詞が出てきたらそこは悲しい表現をつけるとか、楽しい歌詞のところはもっと明るくするとか、そういうもっとここをよくできるなって思うところはあるのかなと思います。前回私初めて歌のレコーディングをして、こんなに大変なんだなっていうのを実感したし、でもすごい楽しかったなって思えたので、今回のレコーディングもなんだろう、前はずっとリードボーカルみたいなところが多かったんですけど、今回はコーラスでこう後ろから支えるみたいなところも多くなってるので、そういうところも意識しつつなんかまた楽しんで歌の収録できたらいいなって思います。眉森結ぶ役、夏吉優子です。でもやっぱりその1曲目と比べてその出来上がりの速さがすごく速くなってきたというか、なんか他のこの歌に合わせられるようになっていくのが自分で分かって、それがすごくやっぱり達成感っていうか、ちょっとずつでも自分が成長してるなって思えてすごく嬉しいです。そうですね、ガーネットとやっぱりちょっと今回の曲が結構タイプが違ってて、なんか結構この曲はリズム感とかなんかノリとかその時のテンションとかも大事な曲だと思ってるんですけど、それに向けてそう殻を破るみたいなのがすごく大事だなと思ってて、なのでやっぱりそのガーネットとまた違う難しさがあるというか、でもやっぱりチームワークがいいのでこのメンバーは、その辺もすごく毎回楽しんでノリノリでレッスンできてるかなって思ってます。そうですね、やっぱり個人個人の歌い方、自分の好きな歌い方とかすごく私もできてきて、もっとこうしたいっていうのをみんなレッスンの中で主張するんですけど、やっぱりアカペラってなんか周りと合わせて綺麗ななんかハーモニーを作るっていうのがきっと大事だから、すごく個人個人のやりたいことこれですっていうのが主張でき始めたからこそ、今度揃えるのがまた大変な時も出てきたなって私は思いますね。だからそこをなんかここはこの子の魅力を出したいとか、そうみんながみんな 100% ではってやるよりかは、
今この子にスポットが当たってるっていうのをみんなが分かって、ちゃんとそれを意識して歌えるようにしなきゃいけないなって今感じ始めてきました。難しいです。わあ、でもあれですね、ガーネットはミライちゃんがメインだったんですけど、なんか私がなんかメインってあって、どうしようって思ってすごい緊張してるんですけど、でもやっぱりみんなとコーラスで合わせるのも楽しいけど、メインでなんかみんなの声を借りて歌うってすごくこんなに楽しいんだって練習の中で思えてるので、レコーディングはやっぱり一人一人になっちゃうんですけど、でもその一人で歌ってる時もみんなの声を感じてちゃんとメインでどっしり歌えるように頑張りたいと思います。頑張ります。古城愛理役の須藤香菜子です。最初のガーネットの時よりも練習期間は結構ギュギュギュってしてたんですけど、みんなやっぱり一つ一曲完成させてきたので、スムーズにまあ来てるんじゃないかなとは思います。はい、そうですね、今回は結構自主的にここをどうしたらもっとかっこよく聞こえるかなとか、なんか口の開け方を縦にしてみたらいいんじゃないかとか、なんかこの子のこの特徴をみんなで取り入れたらどうだろうみたいな感じで、なんかこう意見を言い合うことが前回よりも増えたかなっていうふうに思います。あとはそうですね、前回のガーネットよりもリズムが速いので、とにかくリズムキープが、でもやっぱり前の積み重ねがあるので、こうベースの子を聞いてリズムをどんどんキープしていこうとか、あとは声の質を揃えていこうとか、なんだろうな、そうですね、自主性が上がったなっていうふうに思ってます。これは個人的な反省になっちゃうんですけど、やっぱりこうみんなが意見をこうした方がいいよねって言った時に、なんだろうな、こう結構引っ張る立場っていうのをすごい避けてきたので、なんかそういった時の意見出しとかをもっとなんかこうより良くしていくために、私が率先してできるようになったらもっといいのになっていうふうに思いました。はい個人的な反省です。はい、そうですね、今回はレコーディング振り付けもあるので、 MV がどんな感じに撮影されるのかなっていうのもすごくワクワク楽しみにしてるんですけど、結構ノリノリな曲で、歌っててすごく楽しいんですよ。多分レッスンのドキュメンタリーとかを見てくれたらわかるかなと思うんですけど、なんか先生もなんかみんなすごい楽しそうに歌ってるねって言われてて、だからこうみんなと、だからこう夏吉さんのリードがすごくかっこよくて、みんなそれに結構いい影響されて引っ張られていく感じをすごく感じてるので、レコーディングはそうですね、先ほど順番が違うかもしれないっていう風に、リードを取ってからじゃなくてコーラスからっていう風になる可能性もあるので、やっぱり普段の練習で、みんながどういう風に歌ってたのかっていうのをちゃんと動画も見てすごく記憶して臨みたいなっていう風に思ってます。はい、このエレイ役の松岡美里です。なんかこうガーネットの時と打って変わって、急にこうパキッパキッとかっこよくみたいな感じの曲になったので、最初はそこにこう戸惑いつつもあったんですけど、なんかこうだんだんみんなが一緒の乗り方をしてきて、こう一体感が生まれてきて、私はものすごくこう楽しんで、もう映像を見ていただいたら分かると思うんですけど、首がこうやって前に動いちゃうぐらいすごいノリノリでこう楽しく歌わせていただいてて、もうなんか特にこうみんながパッて一緒になるこうサビのところとかはもう最高に楽しく歌わせてもらってます。なんかこう自主練みたいな時間をいただいた時に、みんなでこここうしてみようよとか、ここちょっとこう抑えて
ちょっとだけこう優しい印象を持たせてみるみたいな意見がこう出てくるようになって、それをこうトライアンドエラーいっぱいしていくっていうこの練習方法みたいなものがだんだんとこうアカペラっぽくなってきてるなっていうことをすごく感じていて、なんかみんながこうもっとこうしたいっていう欲が出てきた感じがものすごくこう、あ、成長してるかもなって思ってる瞬間ですね。はい。あ、なんか私はそれこそこうなんだろう、いろいろと色を入れたがりな人間で、ここに癖をつけたいって勝手に無意識に思っていろいろとやっちゃうんですけど、こうやっぱアカペラだとみんなで一体になってっていうものが大切になってくるので、こうもっと独りよがりにならずにみんなにこう合わせていくっていう部分と、あとそれぞれの個性みたいなのも必要になってくると思うので、その個性も出すっていうこのバランスをもうちょっとうまくできればなっていうふうに思いました。はい、コーディング、なんかそのガーネットの時も言ったんですけど、やっぱりこうレコーディングは一人になるので、どこまでこうリズムをいない人たちと共有できるかとか、どこまで私はノリノリでやっていいのかとか、ちょっとこう苦戦する部分もあるかとは思うんですけど、やっぱりこうみんなをこう想像して頭の中で感じながらレコーディングするのがすごく今ものすごく楽しみで、で完成したものを見るのもものすごく楽しみなので、こう皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますし、私も早く見たいなって、聞きたいなって思ってます。はい、もう変わったところしかないです。重圧はありました。頑張ります。ノリノリで歌いたいと思います。ファイトしてました。かっこいいベースにしたいっ